おはぴよー、どうも、ひなぴよです。それでは本日も君が死ね多数決ですゲーム続きやっていきたいと思います。前回ね、結構いろいろ発見があったんだよね。九太郎さんから呼び出されて、荒れた廊下のなんか奥の方にちょっと変わった隙間があるんぜよとか言われて行ったら、カイさんのパソコンが置いてある部屋があったんだよね。で、それでパソコンの充電が切れちゃったんだけど、まあ充電器見つかったらまたなんとかなるかもしれないんでつって九太郎さんに預けてるっていう状態で、その後にカンナちゃんから呼び出されて、これもまた荒れた廊下の方の奥の方になんか別の通路があって行ってみたら、最初の試練のカンナちゃん姉妹が、いた部屋だったと。で、そこに、スマホが落ちてて、お姉ちゃんが書いたのかみたいな、こう、文章が、恨み、妬み、そねみ、なんだ恨み事がね、書かれた、なんかメモみたいなのが残されてたと。で、絶対それは、誘拐犯側の罠だとは思うんだけど、これをカンナちゃんに見せるわけにはいかねえぜっつってスマホをこう、とっさに隠したんだよね。なんだけど、そのスマホをちょっと回収しに行こうとしてんだけど、荒れた廊下にめっちゃ人集まってるから行けないぜっていうところで終わりましたね。すごくね、前回のパートを今、1分ぐらいで全部まとめたでしょ。ではやっていきましょう。で、これアトラクションに挑めばいいんじゃなかったかな。腕相撲ゲームはもう終わってる。メモリーダンスも終わってる。ため打ちカードバトルがまだか。カードを3枚ずつ選択して対戦相手と戦うカードゲーム。3人の人形を倒したらゲームクリア。なるほど。じゃあこれやろうかな。ただこの瓦礫の部屋にも普通に行けるようになっているし。カンナの試練の部屋。ああ。サラさん、そっちへ一人で行くのは危ないですよ。ついていこうか、サラさん。いえ、結構です。ああ、いけないね。今あそこへ行くのは難しそうだな。あ、じゃあ、ため打ちカードバトルやろうか。うん、ここで、クリアすれば、荒れた廊下のアトラクションは全部クリアだね。さあ、相棒誰にしましょうか？刑事さん、九太郎さん、銀さん、銀さん銀さんって言うとなんか銀玉になっちゃうな。銀くん。銀くんとは一回、ペア組んでる。あれ、九太郎さんと組んだんだっけ？忘れちゃったな。なんか腕相撲とかで組んだんだっけ？刑事さんとまだ組んでないんじゃない？あ、簡単だって。簡単になるんだったら簡単にしちゃおうぜ。サラちゃんの相棒か。悪くない響きだね。オッケー。ため打ちカードバトルね。楽しそうじゃん？カードバトル系ってさ、私リアルであんまりやったこと、ため打ちカードバトル開幕。ないんだよね。すんごい平然と話し続けちゃったな、今。まずは私から。おまわりさんが見守ってるよ。うわ、キモー！で、ため打ちゲームルール説明。あー、これあれじゃね？パンパン、チャージ、タンタン、バリア、タンタン、ファイヤーみたいな。ファイヤー忘れちゃった。あ、ビームか。なんかそういうのあったよね。ため打ちゲームルール説明。4種類のカードから順番に3枚のカードを選択しバトルしましょう。ためカード、エネルギーを1つチャージ。は、カード、エネルギーを1つ消費して攻撃。ひ、カード、あ、これ必殺技の必か。エネルギー3つ消費して強力な攻撃。で、防、カードが完全防御。うんうん。相手がためを選んだ時に歯を出せば攻撃成功。しかし攻撃するためにはためが必要。そんな感じのゲームです。ちなみに、歯と筆が相打ちになった時は、筆が貫き勝ちます。なるほどね。オッケー、やってみよう。味方のアイコンをタッチすることでアドバイスを聞けたりしますので頑張りましょう。じゃあ、早速アドバイス聞こう。相手は宇宙人かな。未知との遭遇だね。全然アドバイスじゃない。まずはチャージするじゃん。防御貯めるでいいんじゃない？セオリーどうだったかな？防御を貯める。おー。
読めた。相手のカード。そんなことできんの？あ、刑事さんのスキルか。ああ、全然全然読んでなかった。刑事さんとやるぜっつって。真ん中が防御だから、そこでためをやってよくって。防御、ため、必殺技。これでいこう。ほい。必殺技！よし！オッケー！裏の選択。まず溜める。溜める防御。でいくか？溜める。あ、やばい！なるほど。読めた相手のカード。あ、なるほどね。どうしようかな。溜める防、もう必殺技でこれいけん、いや、違うな。ちょっと待って、やり直す。あるからね。しかも相手の真ん中のカードとか最初のカードとかが刑事さんがチートで見ちゃうからさ勝っちゃったな。普通にさすが簡単。なんとかなったね。おまわりさん疲れちゃったよ。はい、クリアチップ一個ずつ分けよう。オッケー。交渉時間。あ、今回は二人だけか。ちょっとセーブしましょうか。92と。サラ、お前さん暇か？たまには交換抜きで話でもせんか？内容聞くか。腰を据えて話し合ったことなかったぜよ。時間がある時なんて限られちょるからよ。忙しいんなら別に構わねえが、どうぞよ。うん。いや、多分ね、なおちゃんはね、レコさんのこと話したいと思うんだよな。サラちゃん。もしよければ、メダルを30枚交換しませんか？あれ？全然違ったわ。私、怖くて全然メダル交換できてないんです。交換することで、悪いことが起きないか不安で。でも、みんなは交換してるみたいで、今度は逆にそれが不安になってしまって。サラちゃんが相手なら、安心できるんです。30枚は結構な数ね。でも、確かにね、サラちゃんも全然交換してないんだよね。そろそろ交換した方がいいか？ちょっとね、キュー太郎さん話したいんだけどさ、ちょっと最近話ばっかり聞いてて、交換とかしてないから、このナオちゃんの交渉はね、でかいね。ちょっと話し合いましょうか。ありがとうございます。お話だけでも。そんなに交換したいんですか？はい。ほとんど誰とも交換してないので、結構余ってしまってて。そろそろ交換した方がいいのかなって思ったんです。もしサラちゃんが良ければ相手になってほしくて。そうですか。なぜ私と？個人情報を知られるリスクは30枚多いですね。まあ、なぜ私と、いやー、さっき言ってたもんね。サラちゃんなら安心できるって。個人情報を知られるリスクは聞いてみようか。50枚交換しないと個人情報は見られません。30枚ならお互いにリスクはないと思います。それに私はサラちゃんが見ないでほしいと言うなら知ろうとは思いません。考えなしに交換を申し出ているわけではない。私に遠慮はしないでください。できないなら
断ってください。あれ？レコさんにメダル30枚もらって、サラちゃんメダル、え？違うか。20枚ずつ交換したんだっけ？なんかさ、3人で交換した時って多分なおちゃんに私メダル渡してるよね。まあ、なおちゃんのこと信用してるから、いいんじゃね？ちょっと怖いですけど、他の人を当たることも考えます。まあ、っていうか、サラちゃん自身が見られて困る情報って、ないよね。あの、お父さんうんぬんのことで誤解を招く可能性はあるけど、一応その刑事さんと九太郎さんが、こう、サラちゃんは知らなかったってことを証言してくれると思うから。サラちゃん、30枚交換していただけますか？どうしようかな。この取引を行うべきだろうか。え、いいでしょ。行っちゃおう。わかりました。交換しましょう、ナオさん。ありがとうございます。サラちゃんは、優しいですね。ナオとマイメダルを30枚交換した。これで取引は終わりだな。そろそろ、カンナの姉が残したスマホを回収しに行くべきだな。絶対に、カンナにバレちゃダメだ。いや、なくなってそう。大丈夫か？ああ。カンナの試練の部屋。見つからずに来れた。あとは探すだけだ。ベッドの下をくまなく探した。うわ、なさそう。スマートフォンは、どこにもない。え？どこに行った？ないなんて、そんなはずは。そうさんじゃない何を探してるの？来たー！もしかして、このスマホ？そう、さん。あれ？図星かな？あなたが、スマホを取ったんですか？まあね。返してくださいよ、自分のものって言ってるみたいじゃん？中を読んだんですか？どうするつもりですか？中を読んだんですか？どうするつもりですか？そのスマホ、どうするつもりですか？どうしようかな。捨てちゃおうか。それとも、この残酷な文章を、カンナちゃんに見せようか。やっぱり、中を見たんだ。なんて。実はそれが君の狙い？サラさん。え？いやー、待って、私前回さ、ソウさんが、なんか、サラちゃんが打ったんでしょ、この文章。カンナちゃんを凹ませるためにプークスクスみたいな、こと言わんかったっけ？いや、言ってないかも、ちょっと捏造したかもしんないけど。なんか嫌な予感的中したっていう気持ちがでかいんだけど、どうだったかな？考えてもみなよ、サラさん。命がけの極限の状態で、あんな文章書けると思う？え？確か最初の試練は、時間制限があったんだよね。死にたくない人間がさ、早々に諦めて、メッセージを残すかな。いや、そうなのよ。そう思いますよ、私も。だから、絶対カンナちゃんのお姉ちゃんの文章じゃないと思うんだよ。つまり、サラちゃんが撃ったんじゃないですかって言いたいんでしょ、ソウさんは。わかってますよ！それも、開業や変換までしっかりやっちゃってさ。それは、答えは一つだよ。この文章は偽造されたものなんだ。あら、意外と冷静？偽造？すごいよね。確実にカンナを追い込もうとしてる。まさに悪意の塊だ。いたぶるためなら、何でもやる最低な人間がいるんだよ。うわぁ、もう、なんだやっぱり、違うってばー。ソウさんの中でサラちゃんどんな解釈なん？君のサラちゃんの解像度低くない？君でしょ？サラさん。私が文章を作ったと言うんですか？僕は見てたよ。
君がスマホをベッドの下に仕掛けたところ。仕掛けたんじゃないの、見つけて隠しただけなの、見せたくなかったの。何を言って、カンナに見せないように隠した。見せるつもりなら拾ってた、言いがかりだ。カンナに見せないように隠したんです。仕掛けたんじゃない、カンナに見られないように隠したんです。隠したか。いずれカンナちゃんがこの部屋を探索することは明らかだ。姉の残した何かがあればって、そんな気持ちでカンナはここへ来るだろう。自力で見つけたスマホに書かれたメッセージ、真正面から受け止めてしまうよね。絶望さ、今度こそ心が完全に壊れてしまう。もしかして絶望したカンナに手を差し伸べて自分に依存させるつもりだった？いい加減にしてください。僕は君の信頼の集め方が不思議でしょうがないんだ。メインゲームの時からずっと思っていた。記憶なくしたって嘘です、この人。ソウさん記憶なくしてません。完全に木片で殴られて倒れてたのも自作自演なんじゃないですか。おいおい、これはね、ソウさん、あなたの同情の買い方も私は不思議で仕方がありませんよ。メインゲームの時から、ソウさん、あなたは記憶が、はあ、記憶喪失は嘘だよ。わあ、出た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 。はい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 、酔ってない日よりそうね。嘘。しょうがないでしょ。クリアチップを手に入れるためには孤立しちゃダメなんだ。もちろんサラを騙せるなんて思ってないけど、一人だけでもお人よしがいれば十分だったんだよ。少しでも心配した自分がバカみたいだ。まあいいじゃん、今さら僕と君は仲良くなんてできないんだ。みんなの前でだけこれまで通り演じてあげるよ。ソウさんがどう思うと関係ない。私はあのスマホを取り返す。カンナのために破壊する。すごい顔をしてるよ。サラの本性はそっちなの？私は力ずくで奪い返す。何もしない。いや、力ずくで奪い返しましょう。ソウさんみたいなもやしっこならワンチャンサラちゃんでも勝てるんじゃないですか？一瞬の隙を突く。何を？それは意外なほどうまくいった。非力なソウさんの抵抗はとてもか弱いものだった。やっぱりもやしじゃないか。しかし想定外なことが一つだけあった。何これ、変わってる文章が。え、これソウさんが書き換えたの？生きてカンナ、あなただけでも。泣かないで。一緒に行けなくてごめんね。大好きだよ、カンナ。ソウさんは一体何がしたいんだ？カンナちゃんのことを、え？ソウさんにもやっぱり両親はあるんだろうなって感じしちゃうな、こういうの見ると。メッセージの内容が違う。返せ！意表をつかれ、再びスマホを取られてしまった。ソウさん、あなたは、君の思い通りには、させない。待って！また、あの人にかき回された。何度も、何度も。失意のまま、私は部屋を後にした。二日目、夜。わ、ニセレコさんがいるぞ。ソウさんは、どこへ行った？野放しにしておくわけにはいかない。
いや、でもあの文章をカンナちゃんに見られたところでね、お姉ちゃんありがとうってなるだけだと思うからいいんじゃないの？なんでソウさんに、まあでも、そうか。結局あの元々の文章はサラちゃんが書いたものだとソウさんは勘違いしてるわけだから、難しいね。じゃあ、ソウさんを探すんだろうけども、ちょっとレコさんもお話聞いてみようか？くそ。こんだけ探索しても、やっぱり脱出できそうな場所はなさそうだ。メインゲームなんて、二度とやりたくねえのに。あー、メインゲームの記憶もしっかりあるんだな。なんで俺なんだ、一人称が。あれ太郎か。いないね。カンナの試練の部屋、いないね。瓦礫の部屋、いないね。ロビー、憩いの場、あー、ナオちゃんいるね。あ、サラちゃん、サラちゃんは手に入れたメダルはどういう風に使ってますか？メダルですか？景品と交換、使っていない、集めていない。まあ使ってないですね。そうなんですか。私も使い方が思いつかないので、どうしようか迷ってました。やっぱり、デスゲームのことを詳しく知るためには、景品を買わなきゃいけないんですかね。買ってみようかな、景品。買うべきですかねって言うけど、私の個人情報、サラちゃんの個人情報買われちゃうね。まあいいけどさ。ロビー、モニタールーム、おー、どうした、キュー太郎さん。サラ。キュー太郎さん。その浮かない表情はパソコンがなくなったとか言わないでしょうね。待て、キュー太郎。話は終わってないぞ。あら。二人は物々しい雰囲気でロビーへと歩いていった。刑事さん？およよ？何があったんだ、一体。っていうかさ、このモニタールームに来て思い出したんだけど、このモニター割った犯人誰だろうみたいな感じの、全然まだ解決してないじゃん。で、これ、捜査に疑いが行くように、ちょっといろいろね、刑事さんとかが、こう、君がやったんじゃないよねみたいなこと言ってたと思うんだけど、これさ、刑事さん本人がやったんじゃないかなって、編集してて思ったんだよね。なんか白々しかったんよ、刑事さん。で、なんで、サラちゃんなんで刑事さん疑ってんのみたいなこと私言ってたんだけど、なんか、三島さんに頼まれてとかさ。もしくは、三島さんと話し合って、合意のもとを壊したとかだったら、刑事さんはあり得るかなって思った。なおちゃんのことがあるからね。っていうので、なんかその白々しさプラス、刑事さんだったらできうる理由みたいなのもなんとなく、あるっちゃあるから、刑事さんなんじゃないかなって思ってます。ってことで、一応景品交換所も覗いとく？まあ、誰もいないわな。まあメダルが今全然ないから、クリアチップもらってもいいんだけどね。攻略するときのことだけ考えればいいか。あ、犠牲者のビデオね、これ後でまとめてみようかなと思いますよ。で、一回ロビーに戻ったら多分イベント進んじゃうよね。まあ、見ますか。おぉ、全然進まない。なんか刑事さんが慌ててるような立ち絵って珍しくない？なんかいいな、これ。刑事さんと九太郎さんが揉めている。どういうことだ？なぜ？どういうことだ？なぜ？話してくれ、九太郎。二人とも、どうしたんですか？サラちゃん。パソコンが、取られた。あー、出た。絶対ソウさんじゃない？全部の疑いをソウさんに向けるよ、私は。え？すまねえ。どういうことですか？一体、誰に？どうして？カンナ、ゼヨ。何？カンナに渡しちまった。どうせ充電もねえし、大丈夫だと思って。なんで渡したの？大丈夫だと思うってのもなんでかわかんないし、パソコンのこと秘密って言ってたじゃん。渡したんですか？そうが裏で手を引いているな。彼がカンナちゃんを使って
九太郎と何か取引をさせたんだ。メダルとかかな。九太郎さん結構メダル集めようとしてる印象があるんだよな。それは、気づいていたはずだ、九太郎。あんたはそれを知りながら、それでも取引に応じた。なぜだ？会の意志を他人に引き渡すなんて。そうかい。サラちゃん、おまわりさんはカンナちゃんを探すよ。私も行きます。荒れた廊下の方に行ったぜよ。九太郎、あんたが何を吹き込まれたか知らないが、俺はあんたを高く買ってたんだ。残念だよ。行こう、サラちゃん。はい。そうね、九太郎さん、さあ、カイさんの意思を知りたがっていた、一番知りたがっていた人だとは思うんだけど、ただ、結構自分の保身に走りがちな感じがする。自分の命最優先。まあ、それがさ、そりゃデスゲームに急に集められた知らないメンバーからしたら、こう、それが普通だとは思うんだけど、自分の命が最優先っていう考えを持ってる人だって思ってるの、一番。まあ、ソウさんと同じぐらいかな。だから、ソウさんとの取引に、こう、ね、利害が一致しちゃったんじゃないかなって感じがしますね。九太郎さんはうつむいている。そうね、喋ろうとしないだろうな。セーブしますか。移動します。荒れた廊下にしか行けないね。あ、カンナちゃんいるわ。カンナ！どうしたの？また絶望した表情しちゃって。こっちに来て話さないかい？カンナちゃん。私は、話すことなんて何もないよね。ナンパは良くないと思うよ、刑事さん。ソウさん、やっぱり。いやあ、サラさん、刑事さんとデートかな。こんな場所盛り上がらないと思うけど。いけ。それはお互い様でしょ。まあ確かにな、どっちも年の差カップルだよねこれね。まあ、ソウさんの方は、なんか犯罪臭プンプンですけどね。中学生ですから、相手。そっか。そうだね。怯えてるじゃない。ピリッとした雰囲気が場を支配する。仲良くしようって雰囲気じゃない。単刀直入に言おう。パソコンを返してほしい。だってさ、どうする？カンナちゃん。それは、できません。だってさ、諦めてよ、刑事さん。そもそも、パソコンを最初に手にしたのは僕だ。君たちに返す義理はあるかい？どうせロックは解除できませんよ。それを使ってどうするつもりですか？あなたのものは私のものだ。ジャイアニズム、サラチャニズム、それを使ってどうするつもりですか？どうせロックは解除できませんよ。なんか、全部煽ってるよね。まあ、どうせロックは解除できませんよ。どうせ、ソウさんにはパスワードを解除できません。なら何を焦る必要があるの？サラさん。君たちは恐れてない？僕がこのパソコンの中身を知ることに。一体何を隠してるのか。とても気になる。おまわりさんたちを疑ってるなら、がっかりすると思うよ。じゃあ、じっくり確認してみるよ。充電器も見つけたことだしね。何？さあ、カンナ。僕にパソコンを渡して。ダメだ、カンナ！私の目を見ろ！カンナ！ソウさん、約束したはずです。カンナがパソコンを持ってきたら、あれを渡してくれると。あー、スマホの取引か。やりやがった。
あれ？あれって、まさか。先渡しか。意外と用心深いね、カンナちゃん。はい。約束の、スマートフォン。やめて！何を考えてるんですか、ソウさん！真実を教えてあげるのさ。でも、あれは、文章書き換わってたでしょ？カンナちゃんのお姉さんが最後に持っていたものさ。何か残されてるといいね。メッセージの中身が変わっていたはず。カンナはスマホとパソコンを交換した。カンナはスマホを食い入るように見つめた。お姉ちゃん。カンナは泣いている。でも、絶望によるものなんかじゃない。救いによるものだ。やっぱり、変えられたメッセージを読んだんだ。まさかあのメッセージは、ソウさんが。受け取ったよ、パソコンは。君たちと話すことはもうないよ。サラさん。待ちなよ。そっちになくても、こっちはあるんだ。やれやれ。しつこいんですね。いがみ合うのはよそ。首輪で繋がれた者同士。俺たちは同じ境遇だ。それとも君には、首輪がないのかい？マフラーで隠してるね。え？見たことがないんだよ。君の首元を、ね。あははは。そんなところから疑われてたんですね。気が変わりました。取引をしましょう。取引？パソコン、返しますよ。あなたのメダルを50枚渡せば、ね。刑事さんは、ほとんど自分のメダルを残したままのはずです。持っていないなんて嘘、通用しませんよ。メダルと、パソコンの取引。チャンスです、刑事さん。ダメです、刑事さん。いや、刑事さんも知られたくないことあんじゃない？どうですかね、これ。じゃあチャンスですって言ってもね、多分刑事さんごめんねサラちゃんとか言いそう。まあ、チャンスですって言っとく。チャンスです刑事さん。50枚は痛いですが、これは応じるべきです。ああ、個人情報を買われてしまうことが怖いですか。勘違いしないでください。サラさんに50枚渡してくれればそれでいいです。え、私？え、どうしたんです？信頼できるサラさんになら、メダル50枚渡すなんて余裕ですよね。刑事さん、もらってもすぐ返しますよ。なぜ迷うんですか？さっさとください。サラちゃん、ここはふざける場所じゃないよ。もらってもすぐ返しますよでいいんじゃない？大丈夫です。受け取ったらすぐに返します。刑事さん、なぜ黙ってるんですか？そっか。悪いことをしましたね、刑事さん。いじめるつもりじゃなかった。これはお詫びです。
見えますか？あれー、ちょっと、え、ちょっとエロい。え、首元見せる仕草、ちょっと、エチすぎません？うわ、まあ、ソウさんのことさ、可愛さ余って憎さ100倍的なさ、感じで、割と好きではあるんだけどさ、いやー、首元隠してるキャラの首元が見える瞬間ってなんでこんなにちょっとセクシーなんだろう。急にキュンとしちゃった。いや、でもほら、刑事さんの方が好きですよ。大丈夫です。刑事さんの方が好きです。ていうか、ネックレスまでしてる。ずるいわ。どうぞ。しっかり触って確かめてください。確かに。同じ首輪だ。納得しましたね。取引は終了です。どうぞ、デートの続きを。刑事さんは、動かなかった。私に、メダルを渡さなかった。これはまずいですね。サラちゃんもちょっと不信感が生まれちゃったかな、刑事さんに対して。いや、でも人間にはさ、教えたくない過去の黒い闇なんてものはあると思うんですよな。多少なりともね、大小はあれども、あると思うんだよ。そう思うとね、刑事さんとかってさ、いろいろ闇抱えてそうじゃん。そういうところが好きなんだけどさ。サラちゃん、俺は気にしてないです。私を信用していないんですね。いやー、違うんだよ。信用してないわけじゃないんだよ。でも知られたくないことはあるんだよ。信用を失うのが怖いんじゃない？過去のことで信用をなくしてしまうのが怖いんだと思うんだよ。どうかな？気にしてないですって私は言うけどな。気にしてないです。その言い方は気にしてる人の言い方なのよ。忘れましょう。そうだ、アトラクションを進めないと。待つんだ、サラちゃん。私は逃げるようにしてその場を後にした。気にしてない。刑事さんにもいろんな考えがあるはずだ。ショックを受ける必要なんて、ない。強く。ならなきゃ。いやー、まあ、そうね。一番信用してる人から信用されてないって思っちゃうと、結構ショックなんじゃないかな、サラちゃんも。くわー、やばいなー。ソウさん、うまいなー。人間関係バラバラにするの。そんな特技いらないわ。疲れっか。気づいたら寝ていた。枕が濡れている。泣いちゃったのね。絶対これは、よだれじゃなくて涙でしょうな。寝てる間に、こんな、涙って、枯れないんだな。ジョーの時あんなに泣いたのに、アトラクションを進めなきゃ。ジョーの時あんなに泣いたのにって言ったら幻影濃度上がっちゃいそうですね。思い出すのよくないんだろうけどさ、ちょっと見たい気持ちはあるんだよね。幻影濃度さ、まだ40だから、ちょっと。いやー、これちょっと心が痛むな。すごい両親が痛むんだけどさ、ちょっとジョーの時あんなに泣いたのにって選択したくなっちゃうな。苦しむんだろうけど、サラちゃんが。サラちゃんが苦しむことはわかってるんだけど。ごめん、サラちゃん。ちょっと。私も一緒に苦しむから一緒に苦しんでくれない？二度と泣けなくなるほど泣いたと思ってたけど、時間が経てば何事もなかったかのように力が湧いてくる。人間ってよくできてるな。ジョー、会いたいという言葉だけは出せない。前に進むしか道はないのだから。
あー、芸能濃度が二重濃くなった。くー。あー、こんにちは、ジョーくん。なんだ、急に。幻覚だ。気にしちゃいけない。アトラクション、進めなきゃ。幻影濃度60か。だいぶ高くなってきたね。これ以上上がんないように気をつけないといけないね。じゃあセーブしたので、今回はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。そうくんの記憶喪失が嘘だったね。まあなんとなくそうじゃないかとは思ってたけどね。嘘こけと思ってたけど、やっぱり嘘だとわかると腹立たしいね。それでも首元はエッチでしたけどね。ってことでまた次回お会いしましょう。おつぴよでーす。